席が前の方にちょろっとだけ空いてるのと向こう側の方にちょっと空いてますので、あの今のうちに動ける方は動いていただければと思います。はい、小坂県の七海です。このタイトルで我々の最近の取り組みを紹介させていただきます。最初に2000年からいわゆるエクスパンドのマルチパラメーターレーダーを導入しまして、我々高精度な光観測手法の開発というのに取り組んできました。で、先ほども紹介があった雑司ヶ谷の下水道工事事故を引き起こした局地的大雨を捉えることに成功して、まあ、その後国土交通省さんが現用用に採用してくださって、現在ではさっきお話があったように14エリア38台、人口カバー率としては 90% 以上にまでなっています。で、今お話があったように気象庁さんもこ の, あのデータをお使いになって高解像度コースになるキャストというふうに、をリリースされてますし、あと昨年度終了した先導非課題トマックスですとか、現在やってます SIP の課題とかを通して、自治体等の方々と実証実験をして災害を防ぐための利用というのを進めているところです。ここはパッドだけですけど、まあ、X レインによって1分間隔250メートル格子の雨量情報が、まあ、世界に先駆けられて、まあ、こういうふうに発表されるようになっています。それから広島の豪雨に関しては、X レインボリュームの観測もしておりますので、5分間隔で、こういった降水雲の様子が捉えられるようになっています。で、雑司ヶ谷の時の例でもそうなんですが、局地的大雨とか竜巻とか洪水とか落雷とか、発達した積乱雲によってこういった極端気象は引き起こされます。で、こういった災害を防いだり減らしたりするために、まあ、積乱雲の一生の観測をして、それによって、発達の仕方を理解するとともに、その観測データを利用して、予測技術の開発をしようということでこの5年ぐらいやってまいりました。で、発達がとにかく早いので雨が降ってからでは取りうる対策にある程度限度があるので、まあ、なるべく、早く情報を、観測によって得てそれを予測に生かすというのが、我々の最近の取り組みの方針です。で、そのために、関東地方で野外実験をするとともに、積乱雲の発生発達のしやすさを把握するために水蒸気を測れるマイクロ放射計から晴天域の気流を測るためのドップラーレーダーから雨ができる前の雲の状態を捉える、まあ、雲レーダー、それから雨降り始めたら X マット MP レーダーというふうにそれぞれの発達段階に応じた、こういうパラメータを観測するための、まあ、早期の獲得に向けた予算要求というのをしてきました。で、今日はこれそれぞれの機械について順番にちょっとこれまでのまだ入れたばっかりのところもあるんですが状況をお話しします。まず2011年から関東地方で野外実験をしておりました。狙いはですね、東京とか埼玉の西部で発生しやすい積乱雲が発達しながら東の方に進んできて、都心に強い雨を降らせるようなものを狙いとして、必ずしもそうならないんですけど、最初のところを、雲レーダーで観測して、その後を X バンドの2台の MP レーダーで、こう引き継いでいく、雨が降り始めたらこの2台で追いかけるという観測をしていました。で、イメージを持っていただくために観測をしているときに我々が見ていた画像ですが、
この緑のところが雲レーダーの観測範囲で、この青、赤から茶色のところが X バンドの NP レーダーでセクタースキャンをしていたところです。でバックのエコーは X レイのエコーです。でこのようにその、まあ、もう今できちゃってますけど、これができ始めるところをこの雲レーダーで観測してて、それが雨ができるところをできたらこの X で捉えて、あと移動してきたところを追跡して、でそういう観測をしながら、先ほどお話ししたマイクロ波放射系とプラライダー、雲レーダーの、入れるための予算をいただいて、一昨年、昨年と、整備をしてまいりました。でこれが現在の段階です。マイクロ波放射系を三角印で、都心を取り巻くような10カ所に設置してあります。あとプラライダーは、3地点ありまして、観測半径は30キロです。それから、雲レーダーは5台ありまして、K バンドのドプラレーダーです。で 今は比較的広い範囲の状況を捉えられるような配置にしています。でいろいろ事情があってそうなったんですけど、近い遠からず2台は都心に置くようにしたいと思っています。それから X バンドの NP レーダーが海老名と木更津に置いてあります。で全てのデータを大阪県にでリアルタイムで収集処理をしています。で、順番にこれまでの状況を紹介させてください。1番目マイクロ放射系です、は、ドイツの RPG 社製のハトプロっていうものを採用しました。で、細かいことは除きまして、時間分解能が1分以下で下降水量とか延直積算高水量、気温水蒸気高水量の延直分布を推定してきます。でリアルタイム性が高いというところが一つ大きな特徴です。で課題としてはニューラルネットとかを使って推定してるんですけど、そういう統計的手法に頼らない延直分布推定手法の開発が一つ課題ですが、試験観測を してくると、いいところもあるし、あんまりこれをやっても効果がないというところもあります。ことがだんだん分かってきました。で、下降水量については以前から正確だということは知られていますが、下の図ですが、下降水量のゾンデ観測との比較です。昨年の9月から11月に筑波で行いました。で、この図は、9月4日から26日までの、赤丸がゾンデの観測地で、黒いポチポチがマイクロ放射系によるものです。で、非常によく一致していることがお分かりいただけると思います。で、あとこうポチポチってこう外れていっちゃってるのは、これは雨が降ってるところです。で、これはまあ基本的に観測対象外。一つだけ気になっているのは、この乾いてる、ゾンデが非常に乾いてるっていうふうに出してきたときに外れるっていうのがあって、これは今後もちょっと注意したいと思っています。というわけで、下降水量に関しては非常に細かい時間分解能で観測できるということが分かりました。で、今のは10台ありますので、リアルタイムで下降水量の水平分布をこのように求めることができます。これは防水システムがこういうふうに通過していったときのものですが、長野県の方に寒冷渦があったときで、乾いた冷たい空気が内から入ってくるような状況のときです。で、ここをピコピコしてますが、天頂以外の、マイクロ放射器自体をこう回して、水平経度とかを求めるような観測をしていたので、時々抜けています。それから、温度プロファイル、気温プロファイル観測です。これはもう上の方はあんまり当てにしてませんで、特に天頂観測だけじゃなくて行角を変えた下の方の観測を行って、時間分解の方は2分くらいで落ちるけれども、なるべく下層の情報をちゃんと観測して、した結果です。で上の図が、ゾンデの観測地で、下の図がマイクロ放射系の観測地です。そうしますと、ニューラルネットを使ってるんですけど、明瞭な日変化が、このように観測することができます。で特に画像だけですと、こういう下の方を重点的に観測してあげると、比較的いい結果が得られるので、積乱雲の出来始めの時の境界層の、その
清掃構造とかを見るのには、データ動画とかを介して非常に有効ではないかというふうに考えています。で続いてドップラーライダーです。三菱さんが動波路型アンプっていうのを採用して観測半径を30キロまで伸ばしました。それの、1号機になります。でその観測半径が30キロあるっていうことが大きな特徴です。であと操作速度は、遅いんです。で、昨年試験観測をしました。これがその結果で、東光台の屋上に置かせていただいてまして、これは行革2度の観測結果です。上がドップラー速度、下がエセの比です。で同心円は10キロ、20キロ、30キロです。でそうしますと、これを見ていただくと、30キロ付近まで条件が良ければ取れるということは分かりました。それから5月から11月末までの連続観測の、これ最大観測距離をプロットしたものです。でエアロゾルの状況に依存するんですけれども、平均的には夏場は15キロ程度の範囲が観測可能で、冬場になると観測範囲は狭まります。で、さっき申しました通り、条件が良ければ30キロ近くまで観測ができます。で、このドップラーライダーの風のデータの使い道です。一つは、3D バーで風の分布を解析。で今まで雨がドップラーライダー使うと風は求まってたんですが、広域以外の風がなかなか出ないということで、なかなかというか出ない状況だったんですが、風に関するニーズっていうのは結構いろんなところで高くて、防災だけじゃなくて、これも有効だというふうに思っています。でこの事例は、昨年の6月13日に24日の三鷹町ではなくて13日の中州付近を中心に公表をもたらした降水システムの例です。でプレスを使って、第一推定値を作ってそれに、ドップラーライダー、先ほどのドップラーライダー1台の、2つの行革の統計風速、それから国交省の X-ray の3台のボリュームスキャンの風のデータを投下しました。で左から、スナップショットですが、観測地、プレスの第一推定値、右が 3D バーの解析位置です。で、このコンターはレーダーの降水強度です。で星印がライダーの位置で、左の図は、水平風は、レーダーのデータから出した高度1キロの風です。でここに、白黒で示して、グレースケールで示しているのがドップラーライダーによる統計風で、南風を示唆しています。はい、でこっちのレーダーのデータから見ると、降水この南側ですが、特に、降水システムから流出する水平風を解析しています。でこっちの 右側の2枚の図は、高度350メートルの水平風で、この部分がライダーの観測範囲です。でそうしますと、水平風の時は、ごめんなさい、第一推定値ではここら辺ですね、北寄りの風とかが吹いてるんですけれども、廊下を下にいると、これが反映されて南寄りの風になって、で、この辺りの境界がよりシャープに解析されています。それから予測への利用です。やっぱりクレスを使って首都圏を中心とした440キロ四方に対して解像度1キロで計算をしました。で06時から、さっきの事例で06時から11時までのライダーの同系風を2分ごとに増加して、そこで手を離して4時間先まで予測をしています。増加したのはライダーの同系風速2行革分だけです。で左が観測値、真ん中が増加なしの予測値、一番右が増加した場合の結果です。でコンターが地上の降水強度で、ベクトルが高度1キロの水平風です。このシェードはライダーによって得られた統計風です。でそうしますと、これとこれを比べていただきますと、ですね、この
降水の位置が、まあ、より観測値に近づくのと、ここちょっと潰れちゃってますけれども、降水強度が観測では82ミリメートルパワーで、予測値だと74ミリメートルパワーで、まあ、導火なしの場合よりも観測に近づいていることが分かりました。で、あのドップラライダーの導火の効果に関しては、気象研の皆さんもすでにあの結果を出されてますので、まあ、今後3台のドップラライダーのデータのデータとかをして予測に役立てたいと思っています。で、続いて雲レーダーです。雲レーダー5台のうち、2台は単一変波で、3台は超高2変波のタイプにしました。で、単一変波の方は、まあ、感度優先ということで、距離20キロの感度がマイナス20ディビジーです。で、直行2変波の方は、途中で分岐をさせますので、3デシダウンでマイナス17ディビジーです。で、こちらのタイプはその立体回路をちょっといじると、あの単一変波で送信して、2変波で同時受信するっていう、LDR とかを取れるタイプとしての運用もできます。で、まあ、こちらさっき申しましたように感度優先で、変波の機能っていうのは、クラッター除去とか、あのそういったデータの品質管理とか、あと、水にはあんまり効果はないと思いますが、氷床の識別には有効であろうと考えています。それから課題は雲水量への変換、イコール減衰補正ですが、ここが一番の課題だと思っていて、スカイツリーにあの雲の観測機器をつけて、その場観測との比較を検討中です。で、2011年からやってるあの野外実験での、ま、古いレーダーなんですけど、K1 でのレーダー観測の一つの結果です。2011年の8月18日の事例なんですが、左が PPI で、右側があのずっと同じ方向ではありませんが、あの RHI で、こっち側がレーダーサイトです。で、まあ、ほぼ同じ場所から次々にエコーが発生して、東に移動しながら発達する様子が捉えられました。で、またこの時、その光潮の時間変化をそれぞれのセリについてずっと追跡していくと、段階的にあの発達していくっていう様子も捉えられました。で、あのそれがどうしてかっていうところを今調べております。で、今の同じ事例で、X バンドに引っかかる前の X バンドが検知する前の雲レーダーだけで捉えられた時の雲水量を、クレスに同化してあげて、再現された、まあ、降水強度じゃなかった。ごめんなさい。色は、雲水量です。の、結果です。こちらの統治線はあの反射強度を示していて、20から50デシマなので、まあ、雨の領域だと考えています。で、同化をしないと全く降雨は再現できないんですが、X バンドで捉えられる前の20分間のデータを同化しますと、まあ、こういった、位置ずれが少しあるんですけれども、まあ、降雨が再現されました。で、この時は雲降雨比を、まあ、反射強度がそんなにあの大きく違わなかったので0.5g/kg っていうふうに仮定をしてしまっているんですが、これをちゃんと与えられるようにするっていうのがさっき申し上げた課題になります。で、最後に X バンドですが、我々神奈川県の海老名市と木更津市に X バンドのマルチパラメータレーダーを設置しています。で、5年前から、セクタースキャンでボリュームを取って、積乱雲の、ごめんなさい、ボリュームのセクタースキャンをやって、積
平野を追跡していく、2台の延期データで追跡していくっていう観測をやってきました。でこれはその結果の一つで、越谷で竜巻による被害が来た時のレビューですということが、その竜巻の親雲になります。で狙った積乱雲を2台の X バンドの延期レーダーで 1,2 分間隔で追跡していくことによってこういうデータが得られます。で、まあ、2台のレーダーで追跡していくということから、デュアルドップラー解析で気流の分布、まあ、ここには記載してませんけど、それを導けると。それから、熱力学のリトルデュパル解析をやることによって応仁偏差の分布を導出する。でそれをこの後示しますが、導火線で、まあ、積乱雲のもう雨が降り始めた後ですけれども、その後発達するか、それとも衰弱していくかっていうところの予測に役立てられる、まあ、そういうことをやってきました。それから豪雨の直前予測、まあ、ビルを使ったり防水コアを追跡したりっていうような直前予測の技術の開発にも、こういった短時間で追跡していく情報というのは非常に役立っています。で、まあ、今フェーズアレイレーダーが増えてきてますけれども、まあ、こういうものの利用を、まあ、予測というか見越して、まあ、こういう解析技術の開発っていうのをしてきました。で、これが2分間隔のデータではないんですけれども、一つは遠直積算雨水量を使ったナウキャストがあります。で石原さんが2012年に10分間隔のデータだとあんまり有効性が見出されなかったということで、今回 X-ray の5分間隔のボリュームスキャンデータを利用して KDP 変波のデータを使ったり、それから雨水量の収集を考慮した概念モデルを導入したりして、予測技術開発をしてしました。で、10分先雨量の予測精度が特に通常のナウキャストに比べると高くて、直前予測には向くのではないかというふうに考えています。一つの結果ですけれども、横軸時間で縦軸が、降雨量です。で、ですね、黒線が観測値で、水色の線が通常のというか地上降雨強度を使った外装のナウキャストの結果で、今見ていただきたい赤の方ですけれども、これがビルを使ったナウキャストの結果です。で、そうしますと、この例だけじゃないんですけれども、10分先の予測に関して、いつもその通常の地上降雨強度を使ったものよりも精度が高いということが分かりました。まあ、これは上空のデータを使っているご利益ということになります。で、これについては、今年6月からモニターの方を募集して、関東地域で社会実験をすることになっています。で、次に熱力学リトリーバルですが、まあ、以前は、定常的な降水システムに対して適用されてきましたが、1,2 分間隔で気流場の変化が捉えられるので、捉えられるようになると、その加速度光、時間変化光を用に扱って熱力学リトリーバルをすることができるようになりまして、それを導火に使いますと、まあ、先ほどの越谷で竜巻を引き起こした積乱雲の例ですが、この場合は風と反射強度と応仁偏差を導火しています。で、そうしますと、導火なしの場合は降水雲のみ自体が再現されなかったんですが、これらを導火してあげると、まあ、観測とかなり似通った、積乱雲、渦とか上昇流を持った積乱雲が、再現されています。で、まとめです。まあ、いわゆるゲリラ豪雨災害とか竜巻被害というのが多く発生しています。 X バンド NP レーダーが国交省さんによって実用化されて、局地的大雨の観測とか監視というのは可能になってきました。で、課題は、まあ、早く、早期予測という言葉がぴったりくるか分かりませんけど、なるべく早く予測してあげるということになってきたと思います。で、我々、まあ、極端気象は発達した積乱雲によって引き起こされるから、積乱雲の一生の観測をして、まあ、発達が
定を理解するとともに、これらのデータを使って、この早期予測を実現する技術開発をしようとしています。で、速記、主な速記は4つあって、下降水量や気温の、下降水量や、下層の気温のプロファイルを得るのに、重要だと思っているマイクロ放射線、静天気の流量を捉えるドップラレーダー、崩壊し前の雲を捉える雲レーダー、それから雨降り始めた後のエクスパンダムデータ。で、これらのデータを活用して、ナウキャストのいいところはナウキャスト、それからこれらのデータを透過した数値予測による予測っていうのを組み合わせて、1時間ぐらい先までの積乱雲の発達予測っていうのをしていきたいなというふうに考えています。で、現在戦略的イノベーション創造プログラムっていう課題の中で、我々のこれらの機械と、あと今 NICT 大阪大学の東芝さんが、フェーズアレイの変波板の開発を進めていて、首都圏に置かれる予定ですので、早くパーリーに観測するっていうのと、あとクイックっていうか素早く観測するっていう、これらの両方の測器を使って、首都圏で3年後以降観測実験を行われる予定になっています。はい、以上です。岩名さん、どうもありがとうございました。それでは何かコメント質問等ある方、よろしくお願いします。膨大な小林ですけれども、雲レーダー、K バンドですよね、に関して、ちょっとお伺いしたいんですが、かなり観測やられていて、その X バンドで見えるそのエコーの出来始め、ファーストエコーからどのくらい前で大体見えるのか、あるいはその一旦できた雲、積乱雲の塊が、X バンドと比べてどのくらい の異なった領域まで見えるのか、もし分かれば教えていただきたいんですけど。新しく作った方の雲レーダーは2週間くらい前に、やっと本面化が起きて、でまだ観測データをお見せできる段階ではありません。それで、2011年から古いレーダーで観測してた時の、さっきエコーの動画をお見せした例ですが、その時の結果ですと、K で捉えられるのと X で捉えられる検出時間差っていうのは、9分、8分、3分っていうふうに、発達とともにだんだん短くなってくるような、この事例の場合は、こういう、観測結果が得られています。でただ、これは感度の差が直撃するんですが、この時 X のこの距離での感度っていうのは11デシぐらいで、で K はマイナス16デシぐらいと想定していたのですが、これはこんなに見えてなかったんです。はい、だから、このぐらいの、このぐらいっていうか、10分弱ぐらいの違いは最初の段階ではあるっていうことは分かって。で、今回K バンドのレーダーを新しく作るに際しては、その感度のところを事前にしっかり把握しておきたかったので、実機を使って、送信出力とか、メーカーさんの試験場にですね、その実機を持って行って、ちょっと何キロか忘れてしまいましたが、もう一個対抗で受信機を置いてもらって、受信機送信機を置いてチェックをしてて、先ほどの使用値を満たすことを確認してるんで、今度はもっと多分もう少し差が出るんじゃないかなと思ってます。時間差が短くなるっていうのは何か意味があるんですか？そうですね、発達、単純に言うと発達の速さが速くなる、雲粒の段階から雨粒が生成されるのが速くなるんじゃということを示しているんじゃないかと思うんですけど、それがどうしてかというところは今調べているというかいうところです。課題だと思います。で、常にそうとはこれ一例なんでなんか、ただこの最初の方のできては消えて、できては消えてっていうこっちの役割ですね、それがその
まあ、その境界層に対して湿度を与えたりとか清掃を変えていたりとか、その辺が一つポイントだというふうには思っています。他にないでしょうか。はい、村上。K バンドレーダーのデータを雲水としてモデルに同化したという話をされたかと思うんですが、必ずしも K が見ているものは雲粒とは限らない。小さい雲粒は多分見えてなくて、まあ、大粒の雲粒から取り出る、あるいはもちろん引っかかるわけで、まあ、その辺のところで、単純に雲粒、まあ、雲水として同化しちゃっていいのかなというのが素朴な疑問なんですが、はい、雲水量だけじゃなくて雲水量の時間変化で線熱変化とかも同化の時は与えてます。で、そうですね、実はさっきの雲水量の推定が一番の課題ですっておっしゃった時に、その産卵のタイプが変わってしまう、よりズルが混ざってきた時に大きくその反射因子と水の量の関係が変わってしまうので、そこをどういうふうに解決するかっていうのが課題だと思います。で、筑波には、放射系と雲レーダーとドプラレーダーと一緒に置いているので、そこで地内地観測によって、情報を引き出せないかってことは、トライしてみるつもりです。すいません、ご質問そのものには、そのままちょっと答えられない。雲内直接観測もやる予定で、それは雲粒とドリズルを測れるようにする予定で今準備をしておりますので、そういうデータを使ってお答えできるようになりたいと思います。それでは他に何か質問等ないでしょうか。積乱雲のその一生を観測するそういうシステムというのは10年前の夢の観測だったことだったんですが、それが実現できたということで非常に素晴らしいなと思っていますが、最後のお話でXバンドの熱力学のリトリーバルをやって、その値を透過することによって越谷の積乱雲が発生したというふうに聞いたんですが、その X バンド その熱力学のリトリーバルだと雨水がないとできないのに、それがなぜできたのかなというのをちょっと聞き逃してるかなと思います、ね。はい、この事例は、この越谷付近に達する2時間近く前から積乱雲としては、積乱雲というかエコーというか雲としては降水システムとしてはあって、それが移動してきてここで非常に発達して竜巻を引き起こすまでになっておりますので、もう雨は降っていて X バンドの NP レーダーで捉えられていて、で そこから得られた、風と反射強度で特に温位偏差、特にといいますかその3つを同化しました。で、温位偏差その熱の情報ですので、その後のやっぱり発達とか衰弱に非常にインパクトが大きくって、温位偏差を透過しないと延長空洞の発達が弱いとか、そういう差については確認をしています。他にないでしょうか。特にないでしょうか。いいでしょうか。それじゃあ岩波さん、どうもありがとうございました。